ントの小話。リンリンハローパラレール。リンリンパラレールのリントです。イエイ。はい、ということで今日は、リントの小話ということで、はい、今日はね、ツイッターにも割と書かせていただいた内容を、動画にしていこうかなというところです。はい。で、先日ね、とある方に言われて動画にした方がいいんじゃないでしょうかっていうのもあって、その頭がね、なかった。私にね。そう、私の頭の中にね、それがなかったから、いいこと教えてもらったと思って動画にしちゃおうって思って動画にします。はい。で、内容としてはどんなことかっていうと、先日私が書いた内容で、最近ね、引退とか休止っていうのが VTuber さんの中で、またこう、流行ってるっていう言い方も嫌なんだけど、なんか増えてきてるみたいなのね。で、それについて、書いたことなんですけれども、その時私が見ていたツイートっていうのは、視聴者さんを喜ばせるためにやりたくないけどこれやってたんだとか、なんか、だろう、こういうことをやらないと伸びないとか、なんか本当はこれ嫌いだったんだけどねみたいな、ね、ネガキャンっていうのかなみたいのも流行ってて、やりたくないけどやってたよみたいな発言が結構多く見受けられたんですね。で、それに対して思ったことっていうのが、その方々って結構個人でやられてる方だったんですよ。で、個人でやってるからさ、好きにやったらいいじゃんって私の中では思ったの。で、ある程度、礼儀と節度をわきまえた上で楽しいことをやっていればいいんじゃないかなって私は思うわけ。だから、自分のやりたいこと、やりたいことがあんまりね、礼儀とか、節度にはちょっと良くないなっていうような内容だったら、それは少しこうオブラートに包んでやった方がいいとは思うけれども、別にね、そんなに他人に迷惑をかける内容でもないし、楽しくやってて問題ない内容だったらやってていいんじゃないかなって私は思います。はい。で、人のね、自分の思ってる理想っていうのがその方その方によって違うから、それは一概に何とも言えないんだけど、そのね、ネガティブなことをお話ししていた方々で行くと、やりたくないけどやってたって言ってたから、だったらそのやりたくないことやめて、やりたいことできるように、ね、やりたいことを楽しくやっていったらいいんじゃないかなって私は思いました。はい。自分の理想っていうのが全然違うから、私の理想はね、私がね、楽しんでいるのを、見て楽しんでくれる人がいるなら、それをお届けしたいっていうのが理想ではあるけれども、人によっては何かを克服したい、何かをできるようになりたいっていうところの理想があるから、その理想っていうのはね、自分の理想に照らし合わせてほしいとは思うの。だから私の意見を、押し付けるような気持ちは全くありません。なので、その方その方によってやりたいこと、やってくれたらいいんじゃないでしょうかと思います。で、正直、私は配信者をやる前に、視聴者側だったこともありますし、今でも視聴者側だったりします。で、視聴者側でね、見てて、配信者が辛そうなのって、見ててもこっちも辛いんだよね。それをね、面白おかしくやってる辛いことっていうのだったらまた別。それがね、企画として、なんか面白おかしく嫌なことをやって笑いに変えているっていう、のが見えてるならまだわかるんだけど、本当に嫌なことやって別に笑いにもなってないって辛いなって思うんだよね。で、人それぞれ好みっていうのもあるし、そういうところは全然違うと思うからあれなんだけど、視聴者側の好みにね、私たち配信者が全部合わせていっちゃうと、結局配信者のやりたいことではなくなるし、配信者は全く楽しくないと思うんだよね。私は正直楽しくない。そんな活動するんだったら、この活動したくない。視聴者さんの意見に合わせてくっていうのはいいと思うんだ。でも、その合わせていくのも好きなことをやりながら合わせていくといいと思うんだよね。例えば私の場合は仮面ライダーを好きでテンション高くね、玩具を開けたりとか最近し始めたりとか、昔もしてたけどね、ドラクエとかも。
その中で、例えばドラクエでこれやってみてっていうところを、自分の中でそれを合わせられるんだったら合わせてもいいと思うんでね。例えば、縛りプレイ、まあ私は縛りプレイ絶対無理だからやらないよ。苦手だからね、そういうの。だけど、それを自分が変わりたいっていうので、その、なんていうのかな、縛りプレイをやってみるっていうんだったら私は全然いいと思う。それを特訓のうちの一つと考えてやるんだったら全然いいと思う。でも、そういうことじゃなくて、変わりたいとかも特になくて言われたからやるっていうのはちょっと違うと思うんだよね。だから、その辺はね、なんか、うまく視聴者さんの意見を取り込んでやっていけたらいいんじゃないかなって私は思っております。それこそさ、これはツイッターでも書いたことなんだけど、わさびが嫌いなのに、わさびを食べないといけないは苦行じゃない。それがね、克服。わさびを克服したいならわかるけど、わさびを克服したいではなくって、無理して食べなきゃならないってなったら嫌じゃん。好きなもの食べたいよね。普通にイチゴとか食べてたいもん、私だったら。だから、なんだろう。好きなものを好きに食べてるのを、見てるのが好きっていうファンが出てきてくれたら、それが一番いい形なんじゃないかなって思うんだよね。うまく伝わるかはあれだけど、私が仮面ライダーのおもちゃで遊んだり、ドラクエやったり、あと好きにこうお話ししてるのを見てて、それを見て楽しい、元気になれるっていう人たちが増えて、で、その人たちのために何かをお届けすることができたらいいなって思っています。正直な話、私のことを嫌いな人に私を好きになってなんて思えないし、だって無理だもん。だって嫌いなんだよ。嫌いな人を克服するのはなかなか難しいと思うんだよね。だから、私を好きって言ってくれる方に、私の好きっていうのをお届けできるような活動を私はしたいなって思うんだよね。それこそ、もともと視聴者だったから私ね。なんだけど、その時にわざわざ嫌いな人って見に行かないんだよ。あの人苦手だなとか、あの人の配信こう、なんか言い方がね、なんかすごい、苦手っていうのかな。お話の仕方がすごい攻撃的だったりとか、あと、なんだろう、ちょっと、エッチな感じとか、ちょっと闇がある感じっていうのがあると、ちょっと苦手で私は見なかったんだよね。だから、まあ誰とは特には言わないけど、あるじゃん、そういういろんな界隈が。だから、わざわざ苦手な人って見に行かないし、嫌いな人は見に行かないから、だから、そういう私を嫌いだよって思ってる人に向けて頑張らなくてもいいんじゃないかなって私は思ってます。あ、ただアンチは除くよ。アンチは歪んだ愛だから。うん。ほんと。アンチは歪んだ愛だから、アンチは除く。私はアンチも愛します。だってアンチわざわざ見に来てくれるわけでしょ、私を。で、わざわざ見に来てくれてる時点でどこか何か気になるわけですよ。そういう人たちは私は愛します。アンチだろうと愛します。もう抱きしめてあげる。ギューってしてあげる。そう。まあ、アンチは覗きます。アンチはね、どうしても出てくるから。いるもんだって思ってるから私は全然気にしない。アンチも愛します。本当に愛します。はい。で、ほら、お酒苦手なのにお酒飲みに行ったりしないじゃん。わざわざ一人でバーにね。飲み会は除く。けど、わざわざ一人でバーに行かないし、タバコ嫌いなのに喫煙所入んないでしょ。一人で。それと一緒。まあ、変わってる人もいるとは思うけど、だから、そんな感じかな。だから私の場合は好きなことを、好きなものを、節度と礼儀をわきまえて行って、それをみんなが楽しんでくれるなら、その楽しんでくれる方々をもっともっと楽しんでもらえるように、こっちが楽しんで、で、その楽しんでる姿をお届けするっていうのが私の中の理想の形。はい。
その中でアンチが湧いてもアンチはアイス、アンチはアイス、はい、っていう感じで、まあ私はそういうふうに思ってるので、基本的にはまあそんな感じ、そんな感じっていう言い方がなんかあれだけれども、本当私はそのように感じております。なので、まあ、節度と礼儀をわきまえて好きなことを個人でやってるならね、あの企業さんに所属してるならやっぱりタイアップとかあるかもしれないからね、企業さんはそういうのもやらなきゃなんないと思うんだけれども、別にどこの事務所にも所属してなくって、自分の好きなこととして趣味としてね、今この VTuber という活動をしているのであれば、皆さんも楽しい VTuber としての活動をしてほしいなって、そう、自分の好みをこう好きなことをやってるのを見てもらって、それをもっと好きになっていただけたらいいなって私は思っているので、そんな活動を目指したいなと思っています。まあ長々とお話しさせていただきましたが、まあ私はまあこれからもね、好きなことを好きなものを、まあ一応節度と礼儀をわきまえてね、あのハイテンションに元気よくやっていこうかなと思います。着飾るのは私は苦手なので、着飾らずに好きなことを楽しくやって、それを皆さんにお届けして、それを皆さんが楽しいって言ってくれるなら、その楽しいって言ってくれることを楽しくやっていきたいです。プラス皆さんにそれの中でもこうしたらいいよっていう意見があったら、その意見に関しては取り入れて、もっともっと楽しくやっていけたらなって思っております。はい、ということで、今回はまあそのようなね、引退とか休止っていうネガティブなことがあったけれども、こうしたらいいんじゃないっていうお話でした。ということで、リンリンハローパラレー、リンリンパラレルのリントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。